フロリダ 100MP3 プレイヤー MPO,CO, Limited は、デジタルオーディオプレイヤーなどの電子機器を製造する、韓国の企業。本社所在地は、韓国の軽軌道上南シボントーク停止一同。1998年創業。イリバー、コーンと並ぶ韓国の三大 MP3、プレイヤーメーカーの一つである。 同社は以前デジタルウェイ CO、リミテッド、およびエスコム CO、リミテッド、として知られ、ポータブルデジタルオーディオプレイヤーや、映像再生機器の製造を行っていた。MP3 プレイヤーの最初期から参入しており、当初、ダイヤモンドマルチメディアシステムズのリオシリーズと並び、人気を博したが、その後は、イリバーのスリム X や i f フ o p シリーズの登場。 韓国大手のサムスン電子、LG エレクトロニクスの参入、Apple の iPod の登場などにより、シェアを急激に落とした。MPO 製品の特徴として、語学学習に最適な A、B リピート機能や、再生速度変更機能があり、再生速度変更は、他のメーカーの同機能と異なり、ピッチを変えることなく、最大200%速度を上げることができる。しかし、 近年のモデルには、この機能が削除される傾向にある。なお、USB マスストレージクラスには、FY200 から対応しており、以降の製品すべてに対応している。日本法人は、MPO ジャパン株式会社で、韓国 MPO 社が100%出資して設立した。所在地は、横浜市西区北幸2の10三33、マニュライフプレイス横浜4階。 日本法人設立以前は、アドテックが、国内総代理店として、MPO デジタルオーディオプレイヤーの販売を行っていた。しかし、世界不況の煽りを受け資金調達の難航、ウォン相場の暴落が重なって2008年12月1日に、日本国内での販売、電話サポートを終了した。修理については引き続き行うとしている。 以下の製品のうち、いくつかはすでに製造中止になっている。なおかっこの ADXX という商品名は、アドテックが販売していた頃の日本版の商品名で、ある。CD-R、CD-RW、モデルフラッシュメモリモデルデジタルオーディオプレイヤーフラッシュ、メモリモデル HDD モデル PMP。 HMCETC 当時のエアロテックのサイトにデジタルウェイ社に MP3 対応 CD プレイヤーの ODM 供給を行うと記載されていた。ありがとうございます。